ラテンアメリカ文学。ラテンアメリカ文学とは、ラテンアメリカ圏、メキシコ、西インド諸島以南のアメリカ大陸で書かれた、および出身者の文学。主に、スペイン語、またはポルトガル語で書かれている。日本では主に、ポルトガル語圏であるブラジルを除いたスペイン語圏の文学を指すことが多い。中南米文学、イスパのアメリカ文学とも、 トリニダード・トバゴ出身のノーベル賞受賞者 VS ナイ・ポールやデレック、ウォルコットなど英語で執筆する作者はラテンアメリカ人の作家とはみなされない。主に20世紀後半、ラテンアメリカ文学の特徴とされるマジックリアリズムの傾向によって世界的に注目され最も高い境地に達したと評されている。本校ではメキシコ、 西インド諸島以南のアメリカ大陸の中で、スペイン語もしくは、ポルトガル語を公用語とする国出身の作家と文学。つまり、利用言語が、英語、アンティグアバーブーダ、ガイアナ、クレナダ、ジャマイカ、セント・ビンセント及び、グレナディン諸島、セント・クリストファー・ネービス、セント・ルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、オランダ語、スリナム、ハイチ語と、 フランス語、ハイチ以外の国出身の作家と文学についてを対象とする。対象国は以下の通り、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、ゴジュウオンジュン、 ラテンアメリカの文学の独自性を持つに至るはじめの流星は、モデルニスも近代主義と呼ばれる少数の作家から始まる。これは1880年代から1920年代にかけて起こった。南北戦争後のアメリカは、新市場の開拓をラテンアメリカ諸国に求め、問答主義を隠れ蓑のに帝国主義的な政策を推し進めた。 文化的な解放の必要を作家たちモデルにすもの作家たちはいち早く意識した。これら歴史の風潮にハンブルジョア的態度をもって大衆との連帯を謳い帝国主義に対立し文学芸術の革新を尊重した。地域独自の優位性を獲得し世界文学の地位を確立することとなった。これはスペイン本国の文学にも大きな衝撃を与えた。 アルゼンチンの作家、ホセール・ナンデス。1834から1886の小説。1872年では、国境の戦争で戦うために徴兵された貧しい、ガウチョという社会的弱者の立場から社会的矛盾を追求を創始した。キューバの愛国的かつ革命的な詩人、ホセ・マルティ。1853から1895は、 アングロアメリカの文明や帝国主義に対立し、素朴な歌、1881年で、優美かつ華麗な音楽性と造形性を持つイメージを提供した。ニカラグアの詩人、ルベン・ダリーを、1867から1916には、その影響度からもモデルニスモ時代の代表格という評価が確立している。ビクトル・ユーゴーに傾倒し、 同時代のフランス文学の諸問題をスペイン語に定着させようとした彼の試みは大作。青、1888年に結実し、スペインやパリ、ニューヨークを放浪した末に、アルゼンチンにたどり着き、ケウな人々、俗なる英章、英称、1896年を発表。これらの作品で、近代史のエッセンスと身長を、レオポルドル・ゴーネス。 1874から1938ら、アルゼンチンのモデルニスモの作家たちに伝えて大きな影響を与えた。彼は、アメリカとスペインという同時代の唯物信仰大国と文化的ルーツを持つもう一つの古国への狭間で非合の死を遂げるが、そのコスモポリタン的活な傾向は、メキシコのアマード・ネルボラの多くの詩人に大きな啓示を与えた。このように、 モデルニスモ時代は死が流星を極めていたが20世紀に入るとエミール・ゾラなどの自然主義文学に影響を受けた新たな動きがウルグアイを中心に出現する。自然主義はやがてモデルニスモと融合し小説が死に変わる主要なジャンルとなる戦後のラテン・アメリカ文学の大流星の帯道となった。1920年以降文学の発展は モデルニスモの継承過否定下で事故の確立せざるを得ず。まだまだモデルニスモの衝撃は極めて大きかった。そしてこの時期もラテンアメリカにおいては死が流生し偉大な詩人、作品も多く生まれた。ラテンアメリカ圏初のノーベル文学賞受賞者はチリの女流新人ガブリエラ・ミストラル1889から1957である。この受賞は 多くの極めて優秀な詩人を多く揃えた、ラテンアメリカ圏の代表的受賞という捉え方も、できる。骨の髄まで、アルゼンチン人精神の塊でありながら、モデルニスモのコスモポリタン精神の伝統も、受け継いでいるホルヘルイス・ボルヘス。1899から1986は、前衛詩と共に詩人として登場して、以来、詩、ブエノスアイレスの熱狂。 九百二十二電気集、九百四十一から九百四十四などの小説、評論、研究と幅広い表現活動をしてきたが、詩と散文を越境するその作風は、得意で超絶した巨匠的存在として記憶され、続けている。チリの巨匠パブロネルーラ、1904から九百七十三は、若くして、青年の死への不安と感能性に満ちた作風で、 評価を得るが、スペイン内戦に衝撃を受け、共産主義に転向する。以降は、祖国、ひいては、アメリカ大陸全体への愛に及び、それまでの、モデルニスモの詩人が達することができなかった、ラテンアメリカ文学史上最大のスケール史の境地へ、到達。1971年に、ノーベル文学賞を受賞した。メキシコのアルフォンソレーエス。 1889から1959は、スペイン語学者、文学者、思想家としても評価されている。メキシコ革命前の国内政治を批判し、後に外交官として、不認知から教養と学識の深さによるエッセイや小説をはじめ、幅広い執筆活動を行った。詩人としての最大の成果は、原始の方法から、神話、 征服以前のインディオの文化を縦断した詩を世界文学に昇華させた点にある。同じくメキシコのオクタビオパス、1914から1998は世界的作家としても著名な詩人、批評家であった。パリ留学時、アンドレブルトンらの地遇を得て、シュールレアリスムの詩人とて活躍。以降は外交官としてヨーロッパ各国を点々としながら評論。 孤独の迷宮、1950年、エッセイ、弓と縦ごと、1956年などを執筆し、メキシコ文化の本質を、明晰さを伴って、鋭く昇華した。1990年にノーベル文学賞を受賞した。第二次世界大戦後、ラテンアメリカ諸国は、経済的公共のため、 様々な領域で繁栄を遂げ、文学の世界でも多くの収穫をもたらした。中でも、1960年代に、後のラテンアメリカ文学ブームの礎となるの主要な作品の多くが発表された。これらの小説群は、これまでのラテンアメリカ文化の観点から見ると、反逆的で前衛的な傾向が特徴的であった。伝統的な境界を超越し、 従来の規則を無視して内的独白などを導入した言語実験をし豊かな物語性や土属性、幻想性を織りなしファンタジーからサスペンスまで多様な形式を自在に取り入れしばしば作品に異なったスタイルを混在させた。ラテンアメリカ人の作家たちはアメリカやヨーロッパの作家たち、例えばフォークナーやジョイス、バージニア・ウルフなどの作家の影響を受け、 テクニックを組み入れ、模倣した。以降は、作家同士がそれぞれ影響を及ぼし合い、模倣を脱して、強烈な個性を発する独自な文学に流成し、世界中で認識されるようになった。キューバをはじめ、ラテンアメリカ諸国の政治的混乱、または軍事、または独裁政権下にいた作家たちにとって、その情勢は、作品世界にも大きな影響を及ぼし、亡命作家も生んだ。 また、作装と混沌、閉塞感の中にも垣間見えるユーモア、そして異文化、異民族の混在という根血文化を背景にしたアイデンティティへの強烈な追求力などはラテンアメリカ文学のユニークな特徴でもある。これら欧米文学を圧倒する迫力を備えた大型長編や密度の濃い短編群は世界的認知を受け、1980年代に日本でもブームとなった。 中でも1967年に発表されたガブリエル・ガルシア・マルケスの100年の孤独は世界の30カ国以上の国語に翻訳され全世界で3600万部以上の世界的ベストセラーとなった現在もラテンアメリカ文学のみならず諸芸術世界文学に大きな影響を与え続けている世界中の文学者や小説家のみならず読書家に至るまで ラテンアメリカ文学というジャンルを世界に認知、紹介させた作品として特筆しておく。ラテンアメリカ圏でのノーベル文学賞受賞者は、ガブリエラ・ミストラル、1945、ミゲル・アンヘル・アストリアス、1967、パブロ・ネ・ルーダ、1971、ガブリエル・ガルシア・マルケス、1982、オクタビオ・パス、1990、マリオ・バルガス・リョーサ、 2010の6名、2010年10月現在。国名、50音順、青年順で並べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。